えー、カジノスクールに通ってリーダーのスキルを学ぼうと思っています。コロナだかから意味ないでしょうか、えっと、日本の IR その日本であのカジノを作るみたいな話でその横浜だったり大阪だったり沖縄だったりが手出したりしたんですけど結局その IR 法案自体がまあ通りはしたんですけどその後にその秋元議員が中国の会社から賄賂をもらっちゃったりして。 でまあ、コロナもあるのでもともとはラスベガスのサンズっていうところがあのマリーナベイ・サンズっていうシンガポールの結構有名なカジノとのあのホテルがくっついてるリゾートをやってたりとか、まあ、ラスベガスでもサンズっていうのをやってるあの大きなアメリカのグループがあるんですけどそこが日本でまあそのカジノってある程度ノウハウがないと結構損するんですよね。 あの皆さんカジノっていうとそのマカオとかラスベガスっていうののイメージがあるんですけど基本的に世界中カジノっていろんなところにあるんですけどだいたいけてるんですよあの例えばドイツのフランクフルトの空港の中にもカジノがあるんですけど、まあ、お客さん23人ぐらいしかいないんですよね。 であの、あの、ラトビアとかエストニアとか、あの、まあ、ヨーロッパとか、まあ、フランスにもカジノあるんですけど、な感じで、その、結構いろんなところにカジノってちょこちょこあるんですけど、そんなに儲かってないんですよ。要は、パチンコ屋と一緒で、別にその、パチンコ屋のために日本に来る人ってあんまりいないじゃないですか。まあ、ちょこちょこいますけど。っていう感じで、その、いちいちカジノのために海外に行く人ってそんなにいないんですよ。で、その、マカオの場合は、中国人が掛け事大好きですと。でも、中国本土は掛け事は禁止です。 だけけどマカオってて、まあ、歩いて行けるんで,すよ橋があるんで,で中国本土に歩いていける場所でもかかわらずカジノができるっていうので中国人が退去してマカオに行くっていうのがあってマカオめっちゃお金が落ちてますよっていうのがあったりするんですよね。 でラスベガスの場合はそのカジノがメインなんですけど今はそのカジノの,他にそのなんかに総合エンターテインメント施設みたいな感じで遊園地だったりとか,なんかそのパリの街並みのホテルだったりとか,なんかあのピラミッドの形のホテルだったりとかっていうそあとあのシルク・ド・ソレイユとかでライブとかやったりとかたまに格闘技の試合やったりとかっていう感じでそのエンターテインメントの街としてのポジションを取ってたりするんですよね。 なのでそこら辺までやって初めてそのじゃあ家族連れが来てで家族はじゃあそのエンターテイメントで遊んでお父さんは夜にカジノでお金を落とすみたいなのが成立するんですけど今更カジノだけ作って日本に来る人ってあんまいないよねっていうのがあるのでカジノはちょっとまだ厳しいんじゃないかなと思いますまあディーラーの技術を学ぶのが好きっていうのだったらやればいいんじゃないかなと思いますけども